ホテルの2階にあります、エンターテインメントローズ。ワードインディズニーワールド。ハロー、スチワードです。いつもご視聴ありがとうございます。マジックキングダムでたっぷり遊んだ後は、マジックキングダムで楽しんだ後は、ね、はい、そうですね、はい、今からグランドフロリディアンのホテルまで歩いていけるね、この道ができましたので、はい、行きましょう。食いしん坊スーチワードのダイニング日記35、エンチャンテッドローズラウンジ編始まるよ。ね、基本的にね、はい、15分もあれば行くと思います。そうですね、ちょうどね、あそこに見えますのがかの有名なグランドフロリディアンでございます。はい、ディズニーワールドの中で最高級と言われているホテルですね。そしてあそこで見えるのが結婚式ができるウェディングパビリオンになりますね、シルベヌちゃん。はい、はい、とてもね、夢のある感じの素敵なホテルです。 DPC のプロパティのルームツアーのビデオもこちらにありますので、どうぞご覧くださいね。ちなみにですね、はい、DBC のプロパティと普通の一般のホテルは何が違うんでしょうか。はい、まずね、一般のところはメインの建物の中にありますね。ということは、あの大きな建物ですかね、メインの。そうですね、一番大きな建物ですね。で、DBC はちょっと離れてあります。少しね、あのロビーもこじんまりとした感じで、それもまたね、雰囲気があってとてもね、素敵なんですよ。なるほど。はい、メアリーポピンズの噴水があるとこですね。あ、そうですね、ペンギンちゃんがいっぱいいます。はい、はい、以前はですね、ここも歩道がなかったので、あの交通手段がですね、モノレールだけだったんですね、うん、一駅分なのにモノレールに乗らなきゃいけなかったんですけど、うん、今はこうやって徒歩で行けるようになったので、すごく便利になりました。そう、ベールエクタワー、スッチワード。はーい、あちらの方からですね、ずーっと歩いてきましたね。やっと到着しました。それでは中に入っていきますね。スチワードさん、こちらグランドフロリディアンホテルの2階にあります、エンターテインメントローズ。Seating yourself right now. So if you want, we have some. We have one available outside. We have some available out here. I think there's one at the bar and on the side. And there's also, we have the library in here. Oh, okay. Ah, can we just take a look quickly where we can? Okay, great. こちらね、ベルのドレスをイメージしたシャンデリアになります。ああ、なるほどね。こういう風にもなってるんだ。ライブラリーにも行ってみない？あ、ライブラリーがいいかな。うん。これはちょっとね、私たちには大きいから。素敵。あれ？ライブラリーは繋がってるわけじゃないんだね。ライブラリーをリクエストしましょう。そうだね、ライブラリーリクエストしましょう。せっかくなので。聞いてみたら？ベルのね、一番お城の中で大好きな部屋という作りです。あ、なるほど、ライブラリーね。どこがいいかな。わー、すごい素敵。どこがいい？ここのハイテーブルにする？それともあっちがいい？ここ？うん、別にここでもいいし、こっちの方がいいかな。ハイテーブルの方がいい？はい、じゃあこっちの暖炉が見える感じにしますね。はい、はい。うわ、素敵。うん、もちろんあっちでもいいわよ。お城。あっち、あっちでしょうか。見てください。あ、ここいいね。
クワク。なんかすごいね。このさ空間全部私たち2組しかいないんですよ。今オープンしたばっかりだから。なんて贅沢だ。はい、すごい。それではこの素敵なライブラリーの雰囲気をねお楽しみくださいませ。ちょっとお待ちくださいね。あ、ルミエールがある、素敵。ということはホグワーツもある。ホグワーツもあるどこ。はい、お待たせしました。こちらがね、メニューですね。まず飲み物からいきましょうか。フュージューズカクテル。おー、アイランドローズ。あ、やっぱりローズウォートみたいなやつなのかな。グレープフルーツローズって書いてある。じゃあどれか、マティーニもありますね。まあノンアルコール、ノンアルコールがあればね、あると思うよ。あ、ビバレッジ with alcohol、 一番ボトム。 OK、うん、あ、あるある。ガーデンスプリッツァーね。スプリッツァー、スプリッツァー。おいおい、あ、good, how are you? I'm good, I'm good. Oh, I'm so excited. Yeah. Go ahead and take a look at that menu. Okay. Is there anything that pops out at you that you have any questions about so far? No. No, like, let's just... We just... take a look quickly. Food is available as well. Awesome. We have a 2018 Camus Cabernet out of Napa Valley by the glass. It's usually just by the bottle, but we sell it by the glass today for $39. And also a 2014 Ramy out of Napa Valley Mass Cabernet as well for $25. Mm-hmm. All right, so take a couple minutes. I'll be right over. All right. Okay.今ね、ワインのおすすめがありました、ね、いつもだったらボトルでしか出さないんだけど、うん、そうね、今回はグラスで何かと何かを出しますと言われました。結構ないいお値段していました。30ドル以上だったので、ね、1つは25ドルで。こちらはね、今私たちが見てるのはノンアルコールになります。なんかサイダーみたいなのがいいんだったら、このスプリッツァーとかもサイダーだし、これはね、あのアイスティーベースみたいよ。あ、スワイニングのロンドンアイスティーレモンブルーベリーベイゾだって。これはレモネードとかローズマリーとかだって。バニラって書いてあるね。だからいろんな、なんていうの、ハーブがインフィーズされてんじゃないかな。ちょっとね、おつまみが食べたいので。あ、クラブのマックチーズだって。え、美味しそう。それがいいか。え、もうあ、何、トラフルフライズだよ。どうする。ジマトさんのラッケンドチーズがよろしいでしょうか。うん、でもなんかカーボばっかり食べてるな。うん、まあね、チーズがな、本当は。え、チーズ。でも今はいらない、いいです。私ね、ちょっとフラットブレッド食べたいな。え、じゃあフラットブレッド1個にする。大丈夫。うん、マッケンチーズはやめよう。マッケンチーズが食べたいんでしょ。マッケンチーズ最近ね、マッケンチーズはね、スチュワートさんの中で熱いんですよね。熱いな。じゃあこれと、うん、B&B っていうこっちのティーベースの、うん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 、なるほどなるほど。あんまりなんかビールとかはなんかあれだな。うん、あ、テーブルサイズでもなんかカクテル作るんだね。へぇー。 No, oh, OK. いい？I decided. Yes. I will have B&B. B&B? Mm-hmm. Absolutely. And flatbread, please. House made flatbread. Yeah. Mm-hmm. Can I have a fresh pot of coffee for one? So I don't have the press pot, but what we do have is an Americano, latte, or cappuccino. Oh, okay. If that's the case, I think I'll just get something else. Okay. The rosemary cooler is very nice. It's vanilla lemonade with sprinkled rosemary. Oh! Refreshing. It's probably my favorite non-alcoholic drink. Oh, then I'll take that. Awesome. Mm-hmm. So rosemary cooler, B&B, and a house-made flatbed. All right. All right. Thank you so much. Thank you. Hi. Wow. Flatbed. フラットブレッド、あとピッツァみたいになったんですよね。そう、あのね、おつまみとしては結構ボリューミーだと思うので、 それがいいかなと思ったのと、ちょっとね、カニのね、あのマッケンチーズもすごく食べたかったんですけど、まあまあここはちょっと抑えて。で、スチュートさんが素敵な方のね、せっかくなので、ジョーズさん案内してください。い、
そうですね。こちらからね、今ロビーの様子見えますよ。で、ここがお酒のワインとかね、ホテルなんかのコレクションになりますね。はい。こちらが、おお、なんだかとっても凝ってますね。あ、ここにありました、ありました。お花咲いてる、よかったです。はい、素敵です。はい、雰囲気ありますね。ちょっと落ち着いた雰囲気の大人っぽい内装ですね。いいですね。ゆっくりここでね、ちょっとお茶とか、もちろんお酒もいただけるので、見てください、このね、椅子にバラのモチーフ。こちらの椅子のね、黄色いのがベルのドレスをね、なんだか思い出させます。すぐ見ると、あ、向こうにポリネシアンリゾート見えますね。まだね、すごく新しいので、ソファーなんかもとっても綺麗ですね。はーい、はーい。もしや。ホグワーツもいました。あ、いた。いたよ皆さん。顔がある、ちゃんと。いないかな、チップいないかな、もしかして向こうの部屋にいたりして。ということで一周ちょっと回ってみました。ランの上にバラがあったのも分かったでしょ。あの、お花がちゃんとありました。わー、すごい、こういうコースターをねいただきました。やっぱりね、なんか、はい、桜にすごくね、なんか、なんだろう、濃いブルー、紺の音色をずっと基調にしていて、あのカーテンもベルベッティな感じで、ゴールドとそのネイビーの感じがすごくよくて、あとベルのやっぱりドレスの色をね意識しているので、この黄色のね、あの色がすごく映えます。すごいコントラストが良くて、やっぱね、落ち着いてるよね。バーもすごく素敵だったけれども、やっぱり、しかもいいですね。うん、ベルの一番のお城の中の一番のお気に入りの部屋ということでね、ね、ちゃんと、本がね、いいね。はい、じゃあちょっとね、どんなね、カクテル来るのか楽しみです。はい、もう来ました。Giving us like a glass of water as well. Sure. Thank you so much. Absolutely. Yeah, came out. Hey, the beer is like a flower. Like, it's like a flower. 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 It's like a flower.で、こちらはですね、シルベーヌのオーダーしたものなんですけれども、ローズマリーとかバニラがあのインフューズ一緒にあのつけて、香りがつけられているレモネードになります。ウェイターさんの一番のおすすめ、ノンアルコールホールのドリンクのおすすめだったので、そちらをいただきました。はーい、美味しそう。はい、やってまいりました。まずね、ちょっとビアノミいただきます。こちら中に、ヘイゼルの葉っぱがね、あ、ちょっとムーディーになってきた。あ、美味しい、さっぱりしてる。ベージュの味が効いてて、紅茶がね、すごくさっぱり好きなんですけれども、うん、こちら紅茶と合うんですね。びっくりしちゃいました。うん、少し甘いお紅茶ですごく美味
しい。お家でちょっと作ってみたいな。リフレッシングすごくいいですね。じゃあ甘すぎないって感じかな、じゃあこちらも白ベールちゃんのバニラとローズマリーがインフィーズされてるレモネードそうです。やっぱりローズマリーのいい香りしますよ、はい、うん、あ、爽やか、レモンの爽やかさ、バニラの味もね、うっすら最後にふわっと残るのがバニラなんですね。これもなかなか、あ、おすすめというの分かります。甘さで言えばこっちの方が少し甘いですね。あ、どちらもいいですね。ハウスメイドフラットフラットブレッドって言って、フラットブレッドっていうとこういうピッツァみたいな感じ、薄めの長めのピッツァですね。はい、こちらはねブロッコリーニ、ブロッコリーニ、おお、あとね、なんかプチトマトとかそういうものが入っているようです。あとね、ソーセージ、自家製のソーセージが入ってる、フェネルソーセージが入ってるってありました。あ、本当だ、ここに見えますね、これですね、うんうん、じゃあちょっとね、いただきましょう。おつまみのサイズかな、やっぱり。そうですね、ちょうどいいかもしれませんね。あ、いただきます。あの、カリカリしててね、すごいいいですね、クリスピーな感じで。結構薄め、うん、まあまあ、うどんやから、うん、結構チーズもパルメジャンのシェーブしたやつと溶けてるやつ両方ある ね、 ね、後でね、振りかけた感じですよね。そうだね、何回かですね、分けたというか、ちょっとだけあのスパイシーさもあります。へー、うん、なんかこの味、なんか癖のない味で万人受け、うん、でも軽くはないんでしょ、スパイス、スパイスが効いてるだけであって、あ、でも軽い、軽い、あ、でも辛い、あ、辛い、ちょっとピリッとするぐらいです。でも辛いのが苦手な方でもこれだったら大丈夫だと思います。なるほど、うん、もう美味しい、うん、なんか上品なピッツァですね。なるほどなるほど、うん、おすすめ、もうなんかみんなおすすめにしちゃうけどもこちらのラウンジはあのずっと来たいな来たいなと思ってたんですけれども、どうですか。うん、これってすごい、あのちょっと感動なんかね、 夜になって、最初はもっと明るかったんですけど、ちょっとね照明が暗くなって、すごくね上のあの装飾のね明かりがすごくムーディーになって、ライトがねちょっとトーンダウンしたので、あのこれからねちょっと日が落ちてくるともっとムーディーになるのかなと思いますが、もうすでにねいい感じ。こちらねいいですよ、大人の感じで。お子様入れないのかな。入れなくはないと思う、もちろんね、あれ私たちが今日はあの運転して帰るのでノンアルコール、あとまあちょっと疲れているということもありましてノンアルコールを楽しみましたが、もちろんねシグネチャーカクテル、やっぱりねここはローズがやっぱりテーマなので、あのロースの入ったカクテルなんかも出ました、うん、いいですね。いや、もうね、ここは本当に素敵ですので、ぜひぜひ皆さんのねご旅行の際には訪れていただきたいなと思います。ちなみにこのおつまみのバーメニューは、はい、夕方の5時から10時までなので、お酒はねもうちょっとその後までやってるんですけれども、もしおつまみが食べたい方は必ずちょっと早めにいらしてください。5時から10時ですね、はい、うん、いやちょっとねつまむのいいですよね、うん、ゆったりね、もう1時間2時間の平気で入れそうな感じ、本当贅沢な時間をね過ごすことができて、そっちは今とっても嬉しいな。これすごいトリュフの香りする。え、そうか、これをつけて完成という感じですね、うん、ちょっといただきます。おー、見てください、熱々熱々、
濃厚。これマヨ？リッチ。ちょっとマヨ。すごいトリュフの香りがね、ふわん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 してくる。でも塩辛い。まあこれに多分お塩かかってるからじゃない？塩辛いっていうこっちのソースかな。でもしっかりと味がついてるからちょっとつけるだけで、これは美味しい。これはやめてくれるね。キャストのおさんもね、もうこれは一番のおすすめと言ってたので、ね、おっしゃってましたね。素晴らしい、おすすめ。エンチャンテッドローズはディズニーワールドグランドフロリディアンリゾート&スパのメインの建物の2階にあります。時間2021年3月現在、午後4時から夜の11時まで。フード、おつまみの提供は5時から10時までとなっています。ぜひ皆さんも訪れてみてください。カップルの方におすすめ。あ、カップルの方でもお友達でも、もうどなたでも、お一人でもバーもありますし、こういった落ち着いたお席もありますので、お一人でもすごくぴったりじゃないかなと思いました。はい、ということでこの辺りで失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。グッド、チャンネル登録お願いします。スッチワードとシルビーのでした。チュー。